かまじますです。しんちゃんです。田島しんちゃんです。最近しんちゃんはジュニアに教えるときどんな練習やってますか？サーブなんだけど、グリップをさ、セミンスタン、イースタンで教えてるんだけど、やっぱ結構難しいじゃんか。難しいね、多分小学生の時。やっぱウエスタンの持ちは多いよね。そうそうそう、それを覚えようっていう練習があって。おお、いいですね。今日はそれをご紹介したいなと。お、いいね。でもじゃあ今日の、ね、テーマはサーブが苦手な子に向けた練習をじゃあやっていきましょう。はい、やっていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。ご紹介したいと。ご紹介したいと思います。あれ？はい、この練習ではサーブをウエスタングリップで、ね、持って打ち込む系の練習になります。ウエスタングリップでも、まあ、入ることは、ね、入るんですけど、ウエスタングリップで打つとボールがねこういう逆回転になっちゃうことが多くて、こういう回転ですね、こういう回転で打っちゃうことが多いので、これにしっかりとこう順回転をかけるようにするためのボールのこう上をねこう打つようなサーブをやるために、まあ、実際にねこうしゃがんで膝をついてやるっていうね、サーブの練習をやっていきたいと思います。それではいきます。やばい。グリップ大丈夫。グリップ大丈夫。グリップ大丈夫。で、こう。そう。え、上がれない。いや。当てる当てる。いいよ。合ってるんだけど、トスが悪いな、トスが。合ってるけど、動きは。頑張れ。はい、今回、しゃがんでこのサーブをやるんですけど、しゃがむ理由があります。その理由が、サーブは下から上にものなんですけど、よくサーブは上から下に打つのはよく見かけます。それをなくすための練習でもあります。それとウエスタングリップだと球が回転が逆回転くるので球が落ちません。それをなくすための練習でもあります。ともう一つが打点を高くして打つ練習でもあるので、この3点を意識してこの練習をやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。僕初めてやったんですけど、これ打点上がるし、下から上に打つっていう感覚身につくからめっちゃいい練習ですね。ね、本当にポイントがたくさんあって、もっと早く教えてほしかったわ。私は普段上から打たないんですけど、この練習やってみて、そのなんとなくインスタンの打ち方が分かったので、とりあえずやってみる価値はあると思います。とりあえずね、とりあえずやってみましょう。やってみましょう。ではこの動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。もう上からサーブ打てるね。痛いっすもん。痛い。もう無理。